皆さん、こんにちは。今回は、高山本線の豪華なポイントについて、多分小学生でもわかるように解説していきます。では、早速見ていきましょう。今回の主役である高山本線は、岐阜駅から下呂温泉、高山など、岐阜県の有名な観光地を通りながら、富山駅までを走る路線です。そして、今回話をする区間は、その中でも、岐阜県南部の部分、岐阜駅から下阿蘇駅までの区間です。この区間では、特急列車が通過する途中の駅は、ハイスペックなポイントが使われているとのことです。具体的に、どんなポイントが使われているのかというと、ポイントはこのように言いました。ここは、高山本線の最高速度である110キロでも通過できるんだな。高山本線は全線が単線で、線路が1本しかないのですが、途中駅は、列車同士のすれ違いができるようにと、線路が2本になる形となっています。そして、線路が1本から2本になる部分にはポイントがあるわけですが、普通、こういうところを通過する際、列車はスピードを落とさないといけない感じになっています。しかし、高山本線の岐阜県南部の区間では、ハイスペックなポイントを導入したため、ポイントの部分でも時速110キロのまま通過できる感じになっているのです。まあ、そんな感じで、豪華なポイントが使われている高山本線ですが、どうしてこうなったのか見ていきましょう。今から35年前まで、高山本線は国鉄が運営していたわけですが、国鉄はこのように言いました。あー、やる気ねー。国鉄時代は諸事情により、高山本線はローカル線みたいな感じになっていました。スピードアップとかは、全くやる気がなかったみたいです。その後、国鉄が民営化されて JR に切り替わると、高山本線の南側を運営することになった JR 東海はこのように言いました。うし、もっともっと金儲けするぞ。民間の会社となった JR 東海は、とにかく金儲けファーストになりました。というわけで、鉄道路線は、会社がお金を稼いで利益を上げるための手段になるのですが、できたばかりの JR 東海は、まずはこのように言いました。まずは新幹線でとことん儲けるぞ。まずは東海道新幹線でのぞみ号を導入するなどして、より効率的に儲けようとしました。そして JR 東海は新幹線でうまくお金を稼ぐようになるのですが、このようにも言いました。あー、なんか物足りねえな。新幹線で効率的にお金を稼ぐだけでは満足しませんでした。というわけで、在来線にも目を向けるのですが、その中の一つとして目をつけたのが、高山本線でした。そして、JR 東海はこのように言いました。特急もうちょいスピードアップできるんじゃね？高山本線の特急列車を、もう少しスピードアップできそうだと言いました。そこで、車両を新しいものに変えたりするのですが、途中の通過駅にも目をつけました。それまで、途中駅では、ポイントがある都合上、特急列車も大幅に減速しないといけない感じでした。というわけで、ここをスピードアップさせようとするのですが、これについて、JR 東海はこのように言いました。すげえポイントを取り入れるぞ。こうして取り入れることにしたのが、例のハイスペックなポイントというわけです。このポイントは、Y 字分岐器と呼ばれるとのことです。これにより、途中の駅でも、上下線両方ともに高山本線の最高速度である時速110キロで通過できるようになり、特急列車はスピードを落とすことなく走れるようになりました。なお、 Y 字分岐器を導入した理由には社会的な背景もあるとのことです。当時、岐阜県内では東海北陸自動車道という高速道路が開通しました。その結果、名古屋方面から岐阜県北部まで高速バスが走るようになったのですが、これについて、JR 東海はこのように言いました。ギャー、高速バス怖ーい。高速バスは、鉄道側にとっては、恐ろしいライバルになりました。こうした事情からも、高山本線を少しでもスピードアップさせたい思いがあり、Y 字分岐器を導入するに至ったみたいです。まあ、そんな感じで、高山本線には、すごいポイントがあるわけですが、皆さんは何か感想はありますか？さて、ここからは話のテーマが少し変わります。
高山本線では普通列車も走っているわけですが、普通列車の場合、最高速度は車両によって違うとのことです。高山本線では2種類の車両があり、1つは快速三重と同じキハ75という車両です。こちらの最高速度は110キロとなっています。一方、もう一つの車両はキハ25という車両なのですが、こちらは95キロまでしか出せません。車両の設計上の都合から、このように最高速度が違うとのことです。という話を、ウプ主のおっさん、謎のチャンネル様の動画を見て知りました。まあ、この車両は多分このように言いました。俺、設計上95キロまでしか出せねえんだよ、理系的な都合で言うて。以上、ポイントの改良で高速化した高山本線についての大雑把な解説でした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。じゃあ、今日の授業はここまでとします。気に入った方は高評価をお願いします。また、チャンネル登録もお願いします。